はいどうも、こまみれです。えー、今日はですね、えー、今、あの自分ステップワゴン、ホンダのステップワゴンというミニンに乗ってるんですけど、えー、それがね、まあまあいい感じの事故にありまして、はい、今修理出してるんですよ。うん、それでね、えー、まあ向こうの、まあ、ご好意もあり、同じステップワゴンで台車出していただけたので、うん、で今ね、あのー、新しいステップワゴンに乗ってるのさ、 で、自分乗ってるのはこのステップアゴンスパーダー。多分 S やったっけな。で、えー、結構、型が古いのよ。もう13年前だからさ。うん。もう、干支が一周するくらい前のステップアゴンに乗ってるんやけど、えー、そいつをね、えー、今、レンタカーのやつって、まあ、ちょっと型落ちくらいの程度やから、で、それでもまあ、言うても2016年か。のやつ。確かこのクラスだったっけな。に、えー、乗ってるわけさ。でね。 え2000、だいたい10年、10年ぐらい経つわけや。9年か、うん。自分の乗っとるやつから10年後のステップワゴン。あのね、あまりのね、あまりの性能の向上にね、ちょっと感動してさ、<laughs> めちゃくちゃ感動して、まあこのね、動画を作ろうと思ったんだけどさ、なかなかいいよ、あれは。うん。ステップワゴン。 うん、いいね。普通に釣り車として全然使えます。あの結果から言うて。うん。ただ、いくつかね、注意点というか、まあ、いろんなものがありますので、まあ、あの、昔のと、それとちょっと前のと、で比較してね、まあ、あの、ちょっとミニバン、釣り車を欲しいっていうことで、ミニバンの購入を検討されている方はね、えー、まあ、この動画を参考にしていただければなと思うんですけど、えー、まあ、い個ずつ行きましょう。まあ、 えー、ステップアゴンの特徴って言ったらなんやろうなまあ一個ずつ行きましょうまあ、ここにあの、えー、写真があるように、えー、3列シートになってるわけですよで、えー、この昔の方の前のステップアゴンの方は、えーまあ、3列目のシートがちゃんとしっかりしてます、まあ、2列目くらいなんかがっちりとしたシートになってましてでね、えー、まあ、家族とかを乗せるんだったらもう座り心地は全然いいんですうん ただ、釣り車に使うってなると、えー、こいつをね、まあ、しっかりしとるがゆえに、これ背もたれガチャンと落として、こんな感じでね、横に持ち上げなあかんのよ。これがね、邪魔。ひたすら邪魔。だから俺、これ、3列目全部取ってあるんよね。<laughs> 3列目全部取っ払ってさ、これ、ネジ外して。そうそうそう。で、なんか、ま、平面みたいな状態にして、で、えー ここにね、なんか荷物積んどるわけよ。なんか木の板引いてさ、段作ったりとか、まあ、軽く DIY みたいなことしてさ、DIY。うん。みたいなことして、やっとるわけ。で、今、その、まぁ、あ、原稿までって言ったら変だけど、今のそのステッパー音って、ちょっとこれ写真がないからあれなんだけど、えぇ、ー、サイトに行くとね、まあ、3列目、あるにはあるんだけど、シートがしょぼくなってます。はい。めちゃくちゃしょぼくなってます。うん。すごいしょぼい。これあのね、 なんて言うかな、マイクロバスの補助席くらいのクオリティだわ。うん。だから長時間座ってられない。お尻が痛い。うん。だから、まあ、これあの、一応前三、二列目が三人乗りっていうのもあるから、まあ、えー、そうだな、軽く人乗せたいっていう場合は、まあ上、上手席。 運転席助手席、それから2列目が3人乗りのやつで、後ろを潰して釣り具を積むみたいな感じの方が一番理想的だと思う。えー、ここにあのドリンクホルダーとかあるけど、ちょうどいいね、あのー、スペースがあって、反対側にはこのあの、えー、あれだよ、シガーソケットがついとるから、えー、そこにね、なんかいろいろガシャッと挿して、充電だったりとか、それともなんかね、あのー、家電、家電でも <laughs>、簡単な家電でもなんか、えー、やったりとかできるし、 うん、ここにあの板でも敷けばねでちょっとあの志ンとか穴開けてちょっと軽く DIY は必要だけどねあの下の下に置いて上に置いてみたいな感じであのトランク自体はすげえ広々と使えるうんだからすげえこれはおすすめこのシートに関してはたたんでこの後ろの方にね乗っとくかなこうこうこうこれこれこれこ,れこんな感じで、えー、畳み込むみたいな感じになるわうんシート自体はチャッチいけどね だからまあでも釣り車っていうこと考えれば、家族を乗せるって考えたら、でも今時の車ってね、なんか、なんでかじゃないけど、3列目がしょぼいのよ。うん、ファミリーか。まあ子供を3列目に乗せるってことはほぼないからさ。うん、で、後ろは大人。だから大人だからちょっと我慢しいやみたいな話なんて思うけどさ。<laughs> うん。ただからこれ畳み込む。まあ釣り車なわけだから、そんなね、3列目まで人が乗ることないだろうし、だからもう、あの、ある意味、 収納して俺みたいに取っ払うのめんどくさいからさまあそれだけ軽くはなるけどね車重がまあまあそんないいこともあり悪いこともありけりで、うん、こう畳み込んでまあ上になんか物を置いたりとかできるからうん全然 OK、うん、そうそうこんな感じでね詰めるわけさだから普通に釣り車としてあの荷物系は普通に詰める あのシートを前に行くからさ本当に本当にいらんか人からしたらもう全部潰してしまって2列目までで俺逆にフラットにもなるからさ、えー、寝ることも可能だしさそうそうこんなんも詰めるからねすごい話やわそうそうフルフラットにもできるから まあ最悪ね、あのー、もう2列目も捨てるわ、みたいな。俺1人しか、まあ最悪2人くらいしか乗らんしって話になったら、もう2列目も全部潰して <laughs>、本当にもうなんか、進めるくらいの、あのー、サイズはあるから、まあ、あのー、幅は広がる。カスタマイズの。うん。で、そんな感じで。で、あのー、まあステップアゴの最大の特徴って言ったら、このトランクやね。あの、横開きトランクっていつもなんか、後ろ側にさ、えー、ね、こう、 従来の車みたいに上の方にガチャリンコと言って開ける感じやったやん。それがこの横向きあ、まあ半分だけどね。この半分のところが、えー、冷蔵庫のドアみたいに、こうグッと開くと。あ、間違えた間違えた。うん、開くと。これね、あの、意外と使いやすい。だから竿を入れるときにすごいいいわ。上に上げるとやっぱりさ、えー、まあまあちょっと場所も取るし、 まあ横に開けるっていうのはね、取り出しもしやすいし、あとなんか、塔を開けた状態で、まあ、竿とかかけれるやん。うん、立てかけとけれるけえやん。上にあのガチャっと普通に開けるやつだったら、立てかけれねえか。なんか、傾いたらさ、そのままバーンって倒れるしさ、ちょっと危ないしさ。うん。だから、取り出しに関しては、すごいやりやすい。うん。なんかね、えー、っとね、ちょうどいいのがないかな。室内。トランク、トランク。ない。 インテリア。収納違うか。まあいい。うん。でね、あの2列目こういうね、あのテーブルとかついとってさ、ポケットと、スマホとか入れれるポケットと、あと、テーブルついとって飯食えるよ、普通にここで。そうそうそう。これもこれでなんかやべえさ。で、ここなんかかけれるし、アームレストで。で、まあ、ホルダー系もいっぱいあるし。 すごいのよ。とりあえずすごいのよ。で、こう、前も物を置けるしさ。そうそうそう。でね、えー、っとね、物を置けるし。あ、ちょっと面白かったんがね、どこやったっけな、ペットボトルホルダーとかじゃなくて、えー、これ、車種によって、これ、原稿、原稿だったら、こうやってなんかテーブル引き出せたりとかね、できるしあ、俺の取るやつはね、この部分、左の前の部分に足元を見れる鏡ついとってさ、びっくりしたわ。 他にもね、あ、こうこうこう、これ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 。これ意外といいよ。うん。横幅に関しては、えっ、ー、と、割とあの、普通の一般男性くらいが、えー、作業するには全然普通くらい。うん。全然、あの、物の、あの、出し入れが簡単やし。うん。まあ、ステッパーの最大の特徴と言ったらこれやろうね。すごいいいわ。だからこの扉が開くね。この右側の部分。 にまあこ固定のものを置いたなでも何でもいいから固定のものを置いておいて左は結構出し入れする、ね、頻繁に出し入れするもんってやればわざわざ後ろまでさガチャッとさこのクソでかいドアを、ね、開けるよりも、まあ、半分ちょっとガチャッパタッと開けるだけで、えー、出し入れができるからさ、うん、結構おすすめで、あのー、その代わりね、まあ、まあ一応ね気になる人は気になるかもしれんけど、えーっとね、こういう機構があるからどこだ なんかあるかなあるかしら。まあデザイン見た時に気になった人もおったかもしれんけど、えー、っとねー、3 d ビュー、これか。こい。ここ。ここね、あのー、一応その、衝撃吸収、じゃ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 、あのー、ちょっとね、耐久性を上げるためにピラー、ピラーというか、ここに枠ついとるのよ。実際これ1枚の窓じゃなくて、 ここと、で、ちょっと察しがあって、こことになるんやけど、運転しとって、そんなに気にならん。ここの、その、黒い線が邪魔で、えー、視界が悪くなかって言ったら、全然そうじゃなくって、むしろ、その代わりに、えー、全体的に、あの、ガラスというか、その窓の部分が大きくなったから、見渡しやすいし、あと、あの、ワイパーも結構ね、こう、あの、広く、 えー、使えるから雨の日とかでも普通にね、あのー、視界が悪くならない遮らない、うん、っていうのがある、うん、意外とねいいよ俺びっくりしたもんこんなになんかその技術が向上するのかってあとね運転運転のしやすさこれが本当にやばかったそれこそねもうこの時代はさもうまあまあまあ確かに えーとね、今これ中古で買って1円でだいたい3万キロ走ったかなうん。3万キロくらい走って今15万超えたくらいのまあまあガチガチのもうガチャガチャの車なんやけどそれこそ13年前だしサスとかもガタガタなんやけどさ。うん。例えばその、えー、コンビニのさコンビニ入るときに乗り上げる縁石とかさちょっとした段差、えー、高速道路のその橋のつなぎ目とかのさだったっ だってなるあの,あの段差あれが、このね、えー、2016年の型の、まあ、サスペンション。これがレンタカーで使われとって、えー、28年式で、えー、5万キロぐらい乗られたのかな。いろんな人に乗り散らかされたね、5万キロぐらい。乗り散らかされた、えー、型で、だいたい4年ぐらいだったのか。今4年で5万キロぐらい乗ら,乗られてるやつで。 これね、俺一番びっくりしたんがこの運転性能かな。やっぱでも現行の車はどこもそうやと思うんだけどメーカー的に。うん。なんかね、そのガタッガタッって言うんじゃなくて、そのサスペンションがすごいしっかりしとるから、なんかその、なんて言うのかな、上下じゃなくてなんか左右にも対応しとってさ、そのぬるっと行くわけよ。その右、左右の傾きにも対応するサスペンションというか。うん。だちょっとの、 そのちょっとの段差くらいそう遠石とかそういうちょっとの段差継ぎ目とかいうちょっとの段差くらいだったらなんかね「ダッダッ」じゃなくてなんかぬるっとなんか入ってくのよ。であの運転しとったらハンドルとかアクセル越しに確かに段差に乗り上げたなっていう感覚は伝わってくるんだけど車体は全然揺れないの。本当になんかぬるっとする感じでああ揺れたんだなーくらいの。 うん、横に振られることもないしまあ,あのよほどの段差だったらドンドンってなんかね他の車と一緒になるけどそのちっちゃい段差くらいだったら全然いいそして何より静か静音性がやばいあの今の,、ま、あの原稿行というか俺持っとるやつも今修理がしてる昔のやつも、えーまあ、うるさいのとあえずガー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 みたいな感じで、ね、<laughs> やっぱり走行音はクソうるさいわけようん。 で、でもそのね、この、レンタカーに借りたやつは、めちゃくちゃ静か。走行しかも、スタッドレスタイヤっていう、あの、ノーマルタイヤに比べたら、割と音人でっかい、うん。タイヤを履いてるにもかかわらず、めちゃくちゃ静か。俺、驚いたもん。これ、嘘、電気自動車っていうぐらい静かでさ、スーンって行くのよ。スーンって行くのよ。<laughs> うん。 なのにね、めっ、ね、ガソリン車やすさ。すっげえなーと思って。燃費もね、燃費もこっちに関しては、えー、街乗りで8か9。うん。高速で1人行けばいい方かな。うん。長距離旅行してね。だこっちは、エコモードっていうのがあって、それを押すと、割とね、時速100キロくらいまでは、えー、エコ、エコな感じで、リミッターキックというか、 うん、しかもね、あの、インパネの方にね、まあ、これもまた面白いのよ。インパネの方にね、えー、っとね、室内空間、軽かな、インパネ、インパネの写真ねえかな。なかなか面白くてね。あ、こうこ、ここ、あの、そ標準さん、サンシェードあの、外から見えんくする、あの、網戸みたいなやつ。あれもあるしね。えー、っとね、インパネないかな。デザイン。 室内収納。なんかね、インパネでね、こうこ、こういうやつがあるんやけど、えー、っとねー、来い。インパネ、インパネああこれかし、これしかないか。このね、あのー、見えるかなちょっと、ちっちゃいからあれかもしれんけど、ここになんか緑色の光があるんやけど、あのー、エコモードにして走っとって、で、あのー、 エコモードっていうか、エコな運転しとると、インパネのこの部分が緑色になるんよ。で、エンジン深すぎたりすると、ていうか、ん深すぎたりする。アクセル踏んでね。深すぎたりすると、オレンジになるわけよ。そうやって、目で見えるエコのドライブっていうのができるようになっとって、それもそれでね、やっぱり燃費気にする人だったらさ、うん。それを意識して運転すれば、自然と、えー、いいね。あの、低燃費みたいな。 感じの運転ができるるようになるから、うん、そういう部分もすげえなーと思った。ただその100キロ、例えば、うん、高速で100キロで走っとって追い越しとかするときに110キロとか必要になってくるわけよ。そしたらエコモード切らんかったら結構しんどい。うん、めっちゃ踏まなあかん。んみたいな感じちょっと割とね、あの踏み込む感じになるから運転はしにくい。すごいなんか挙動が重い。 だからエコモード切らなあかんけど、まあ、それ取っていっても、それを差し引いてもね、でも普通に街乗りでもさ、そういうエコモードの指針があるから、街乗りでも普通に、えー、なんて言えばいいのかな、13は行く。うん、平気で13は行く。街乗りでも13、12の後半から13。えー、高速だったらもう13.5から14近くは行くんじゃないから、もっと上手い人やったら。うん、俺も、えーっとね、名古屋くらいまで往復して、 富山からね、名古屋まで往復して、だいたい13.4とかだったから、うん。下道と高速を使い分けてね。だからめちゃくちゃいい。うん。めちゃくちゃいい。だからもう、うん、あの、維持費というか、そういうのも全然大丈夫だし、まあ、ステップアゴンって、うーん、そんな言うても、そのミニバンの標準サイズというか、例えば日産のセレナみたいにちっちゃくはないし、かといってトヨタのアルファードみたいに大きくないし、 うん、あれ横に長いねんか横にズドーンとなんかズンドーンみたいになっとんねんかうんああいうのもあってほらエルグランドとかさあの辺りに比べてなんかそれよりもやっぱ普通のやっぱ一般的なミニバンっていうサイズだからそんななんか駐車スペースだなんだっていうのは困ることないしあと一番ちょっとねあの良くも悪くもあるっていうのがさハンドルステアリング、うん、ステアリングめちゃくちゃいいのよ何て言うんかな <laughs> なんて言えばいいのかなそう、釣り、釣り的に話すのであれば、本当に、あのー、なんて言えばいいだろう。ワゴン、ワゴンで売っとるリールとか、中国製のチャイナリールみたいな人が、あの、ツインパワーだとか、あのクラスのリールに変えたぐらいの巻き心地。<laughs> うん、巻き心地。めちゃくちゃの、すげえ軽く、 綺麗に負けるのよ。負けるというかそのハンドルが回せるのよ。うん、びっくりした俺。俺これハンドルがフェルトレできとるぞ言うて <laughs>、うん。もこもこのフェルトレできとるぞみたいな感じのさもう軽すぎてさクッとやるだけでもうスイーッと曲がってくれるの、うん。普通の90度の交差点とかだったらもう簡単に曲がれるし何よりもその90度以上120度くらいのさちょっと 巻き込む感じのさ、あのー、あの U ターンとかそういうのもそうやけどさ、そういう感じのカーブの時に、めちゃくちゃ曲がりやすいの。うん。だからこれ個人的に言っとくけど、このプリウス効果というかさ、あの、プリウスってね、なんでみんなあんなに事故るかって言ったら、あの、いい車なの。うん。いい車すぎて、運転しとる人が自分の運転技術が向上したと勘違いするのよ。うん。 だからみんな無謀な運転するの。自分が上手いと思っとくから。けど、実際上手くはないから、あの、車はね、あの、もうとっさのそのトラブルに見舞われた時に、自分でその回避、ってか対処ができんくなるから、うん、対応ができんくなるから、事故るのよ。プリウスの人たちって。うん、だプリウスってね、別にプリウスが悪いわけじゃなくて、プリウスが良すぎるせいで、あのー、 そういうういい事事件というか事故が起こるわけさ、うん、だから乗っとる人間の問題ね。でもそれくらいね、それを勘違いさせるくらいね、あのこのステップワゴンの新しいやつは、まあ言うてもこんだけ前だけど、4年前だけど、これくらいのね、型の車になるんやったら、めちゃくちゃね、そういう気にさせられる。うん、割とね、まあまあ,まあ本当にもうステアリングもガチャガチャやし、まあ重いし、ハンドルも結構重いし。 古いっていうのが一番あるんやけど、まあそういうのをさっぴいてもね、曲がるときとかね、割とぐーっと回らなあかんのよ。しかも、これでもちゃんとあの、ステアリングのオイルとか、その周りとか全部直した後だからね、直しても、なんか、やっぱ重いのよ。やっぱ、回しとる感じ、曲がる感じ、えいしょーみたいな感じで曲がる、まあトラックに近いかな。トラックって言ったら言い過ぎか。うん。そういうのがあって、 けどもうなんか本当に軽自動車を運転してるような感覚でスイーッと曲がれるのよだから今これ乗ってまだ1週間も経っとらんけど、まあ、今レンタルレンタルのやつね1週間も全然経っとらんけどあのー、なんていうかな割とこの内輪車を内輪車 <laughs> 滑舌。ナイン差がねあの、結構間違う。間違うというか、ちょっと見誤ってね、擦りそうで、マジで怖い。<laughs> いつものそのね、前の,そのステップワゴンの、今までの大人ステップワゴンの感覚で曲がると、曲がりすぎてしまって、ぶつかるぶつかるぶつかるみたいな。<laughs> そんな感覚になる、うん。でも本当にいい車。めちゃくちゃいい車。うん。だからほんあのね、ステップワゴン、まあ、タイトルのね、タイトルに戻るけど、えー、 じゃあ、あの、ステップーゴンは釣りの車に、えー、使えるのかって言ったら、全然ありだと思います。はい。あの、使えます。はい。しかもね、1500。排気量1500やからね、まあ、1490いくつだから、まあ、税金もちょっと抑えられるしさ。うん。燃費もいいし、走り心地も最高だし、うん。これは全然おすすめ。 うん、長いこと乗れる車だわ、これに関しては。だから、まあ、ぜひねあの、この動画を見た、なんかステップアゴン、気になっとるなって人がおったら、ぜひとも、えー、見ていただければなと思います、はい。ということで、以上、こまみれでした、えー。ありがとうございました。